はい、こんにちは。まあやチャンネル前原です。今日はこちらですね。任天堂スイッチのスーパーマリオオデッセイセットでございます。はい、タイトルでもわかる通り、このスーパーマリオオデッセイの同梱版、任天堂スイッチ、こちらをですね、1名様にプレゼントしたいなと思います。プレゼントの応募方法は動画の最後で紹介しますので、最後まで見ていってください。はい、それでですね、これをですね、プレゼントするにあたって、実はもう1台、ゲットすることができました。これはですね、我が家用です。我が家用、なんでこれをですね、今回開けたいなと思います。はい、こちらがね、プレゼント用ですね。でこれが我が家用なので開けましょう。はい、基本的にはね、普通の任天堂スイッチと同じだよね。あ、これがスイッチ本体だね。そして、お、こういうものが、ステッカーが入ってるね。マリオオデッセイのステッカー入ってる。あ、これいいね、クリアなステッカーだ。あ、いいね。これはマリオカラーの赤のジョイコン。いいね、かっこいい、シックで。そして箱の下を開けると、これがどうやらキャリングケースだね。マリオデッセイ用になってますけども、あ、なるほど。こういう感じ。ここにソフトが何本か入れられるようになってますね。ジョイコンセットした状態でしまえるキャリングケースだね。あ、いいね、これ。いいですね。はい。そして、あ、保護シート入ってる。画面の保護シート。あ、いいね。これは助かりますね。素晴らしい。この下が、あ、マリオデッセイのソフト本体だね。はい。で今回ね、なんと12歳以上なんだよね。びっくりしちゃった。マリオが12歳以上。なので、ゲームチャンネル今日からですね、多分マリオデッセイの動画配信していくと思うんですけれども、基本的には僕メイン。で2プレイヤーのキャッピーをエイシン君に操作してもらう感じになってるかな、と思います。アダプターと HDMI のケーブル、ジョイコンストラップが2つと、ジョイコンを両側にさせるジョイコングリップ、あとは、任天堂スイッチドックだね、スイッチをこの中に入れて、ここから HDMI 出力して、でテレビに映し出すことができるドックですね。はい、でオデッセイ本体も開けようか。オデッセイのパッケージこんな感じですね。はい、で中は多分いつも通り、あ、そうだね、カートリッジが入ってて、あ、歌の歌詞が入ってるね、これね。はい、ということでこれらが入ったセット、こちらの任天堂スイッチスーパーマリオデッセイセット、これをですね、1名様にプレゼントしたいなと思います。おそらくね、マイチャンネル史上で最もね、高額な、プレゼントになると思うんですけれども、正直ね、迷ったね。こんな高額なものをプレゼントしていいものか、すごく迷ったんですけどね、せっかく手に入ったんで、やっちゃいましょう。それで応募方法なんですけれども、この動画の説明概要欄の方に応募フォームへのリンクがありますので、クリックまたタップしてくださいね。それで、応募する、メールアドレスか、Twitter ID か選んでください。Twitter ID で応募された方は私の Twitter アカウントフォローしてくださいね。でないとですね、やり取りができなくなってしまいますので。それで応募期間なんですが、やっぱね、早めに皆さんやりたいと思いますので、今日のこの動画の公開日、10月27日の15時から、10月29日日曜日の23時59分59秒までとさせていただきます。ちょっとね、2日間で原則応募は1人1回までとさせていただきます。それで当選者の発表の動画は月曜日に動画公開したいなと思っております。それでここからとても重要なことなんですけれども、私から当選した方、1週間以内にお返事いただかない場合は、繰り上げ当選という形を今回取らせていただきたいなと思います。過去プレゼント企画で当選された方で連絡が取れなくて行き渡らなかったってことは実は何回かあるので、スイッチはね、そういう風にしたくないんですよ、やっぱね。なので、もし1週間ご連絡がない場合は、その当選発表の動画は一旦非公開にさせていただいて、もう一度繰り上げ当選の動画を出すつもりでおります。はい、そしてですね、これも大事ですね、マイチャンネルのチャンネル登録はされてますでしょうか。ぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてですね、ぜひこの動画に対しての高評価お願いしますね。それと、コメントで、応募したよなんてコメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで急なね、プレゼント企画になりましたけれども、こちらの任天堂スイッチスーパーマリオデッセイセット、こちらをですねプレゼントしたいと思いますので、たくさんのご応募お待ちしております。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。